本日ご紹介させていただきますのは、ペプシー、サルネの惑星のスペシャルボトルキャップの未回答のものです。では見ていきます。プラネットエイプスのこの、スペシャルボトルキャップ。あのー、すごいね。これ、ハマりました。この映画自体僕は結構好きなんですけど、あのー、ティム・バートン監督の、 あのー、映画になるんですね。自分自身は結構ティムバートン好きですし、あの、プラネットオブアエイプっていうのはものすごく好きなので、この映画は何回も見ています。で、今日ご紹介するのは未開答品の、未開未開封編のスペシャルボトルキャップになるんですけど、今度はあの、コレクトステージの、あのー、やつも動画にアップさせていただこうと思います。 で、なぜエイプかっていうと、あの、アベーシングエイプっていうのは、この、この映画では、リメイク版の映画ではなくて、プラネット・オブ・ザ・エイプっていう、猿の惑星にインスピレーションしてできた洋服が、アベーシングエイプ。で、CEO の、元 CEO の、あのー、二ゴさんになるんですね。で、アベーシングエイプは、裏腹系の、あの、先駆者になりますので、その洋服も何点か持っているので、この、 スペシャルボトルキャップのプラネットオブザーエイプの紹介をし、コレクトステージを紹介した後に、アベーシングエイプっていう洋服を紹介していく流れにしていこうと思っています。今日ご紹介させていただきましたのは、ペプシープラネットオブザーエイプのスペシャルボトルキャップでした。